あ、はあ、今日のマツコ VS 有吉、カリソメ天国、面白かったなあ。旗ヶ谷っていうのはあんなにオシャレな街なんだ。俺も行ってみてえなせっかく東京上京してきたわけだし。まあ行かないと損やろう。さてと、電車に乗ってと。おっと、ここが旗ヶ谷か。オシャレなイタリア料理でも食べて帰りたいなあ。 あの、すいません。あなた、英語少し話せるえすいません。ちょっと僕、英語全然話せないんですけど、あれ、どちらの国から来られたんですか私、日本語話せない。あ、すいません。日本語話せないですかそういう、どちらから来られたんですかえ私、トルコから来た、クルド人ね。 えー、この辺って結構なんかあのヨーギユーハラにモスクがあるのは結構知ってるんだけどあのトルコ人の方は結構多いんですかクルド人とかトルコ人とかなんかアラビア派とかスンニ派とかいろいろいますけどねそうよここトルコ人めちゃくちゃ多い私も同胞が来てるからここら辺に家借りた へえ、そうなんですね。味が結構美味しいトルコ料理屋とかもあるってことですかね。そうよ。でもね、ここら辺最近ね、迷惑系 YouTuber と、一肌、人肌上げたい政治家がね、うろうろしてるから、私たちトルコ人気軽に歩けないよ。あと、世直し系 YouTuber と、活動家もうろうろしてる。ああ、そうなんですか。で、なんかあの、美味しいイタリアンの店とかご存知ですか うんそんな店ないね。川口とか幡ヶ谷とかにそんな店あると思うあれここってもしかして幡ヶ谷じゃないですかお兄さん、ここは幡ヶ谷じゃなくて鳩ヶ谷だよ。あれ幡ヶ谷って京浜東北線じゃないんですかいや、全然違うと思うよ。 多分、幡ヶ谷は、京王新選じゃないかないやー、びっくら子いったと。